こんにちは、めんだこです。今回はちいかわとファミマコラボのマルチケースを使ってシェイカーキーホルダーを作っていきたいと思います。まずはマルチケースを縮小コピーします。大事な大事な縮小率は 51% です。裏面にはいつものホワイトマットシールを貼ります。ホワイトマットシールを貼ってカットしたものがこちら。すでに可愛いのよ。ラウンドモールドにすでにレジン液を入れて硬化させています。薄くレジン液を出してシャ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 ーっと全体に伸ばします。イラスト面を下にしてドボンします。イラストをツンツンしてはみ出てきたレジン液で覆っていきます。足りなかったら少しレジン液を足してね。全体に伸ばせたら硬化します。背面はこんな色にしてみました。緊張の瞬間。よいしょ。ちょっと気泡が入ってるけど可愛いからよし。裏面はイラストとメタルパーツを配置してこんな感じ。豆乳を入れてシェイカー用のフィルムを貼ってオイルをたっぷり入れたら接着剤をウニョーンと出してプラバンで作ったパーツを貼り付けて全体をコーティングしてしっかり硬化。キーホルダーパーツを付けたらむちゃうマーケットシェイカーキーホルダーの完成。裏側はこんな感じ。自分で言うのもなんなんやけどめちゃくちゃ可愛くない？マルチケースをゲットした方はぜひ作ってみてくださいね。今日も見てくれてありがとう。バイバイ。